今日、松江市にある専門学校坪内総合ビジネスカレッジの入学式が行われ、公務員学科や自動車整備士学科など8つの学科の131人が入学の日を迎えました。入学式は今年も感染症対策のため在校生は出席せず規模を縮小。しかし保護者や3年ぶりに出席した多くの来賓に見守られての開催となりました。式では坪内浩一理事長が本学園での学習を通して社会に通用する知識と人に信頼されるための人間力を高めていただきたいと激励しました。そして新入生を代表して田辺日向さんが宣誓しました。何事にも真摯果敢に取り組み、それぞれの描く夢や目標に向かって一歩ずつ歩んでいきたいと思います。自分のためになる資格を取ることを頑張りたいです。今は簿記の資格を取れたらいいなって思ってます。2年間ですごい短いと思うんですけど、友達とかと楽しく勉強してこの夢を見つけたらいいなと思います。新型コロナが比較的落ち着き、社会生活が徐々に回復しつつある中、新入生たちは夢に向かって2年間の学びをスタートさせました。